ゃこのレベルここにいて、でストリーチのシグネチャー、だったなんかこのサインを見るとシグネチャーが入ってますみたいなので、はい、これからシグネチャーの方に向かってみたいと思います。サインを見て歩けばいいということですね。で、我々一瞬今迷ってますけど、おそらく向こうですね。こっちですね。はい、こっちですね。迷ったら上に書いてあるサインを見ていってください。あ、目印はこのレストランですね、そう、はい、はい、それを目印に来るとセグネちゃんの方に行けるわけです。この間ここにお寿司食べに来ました。あ、そうですか。ここをね、いつも私通ってて、まだ入ってないんですけど、美味しかったですか。美味しかったです。何を食べたんですか、ここで。お寿司と、あとお酒も召し上がったんですか。おつまみみたいなのをいただいたっていう記憶があって、なんでかっていうと、その前にすでに、ウィーンにある、名前が出てこない。わかるわかる。名前が出てこない時ってありますよね。あそこで食事をしてから。あ、どこだっけ？ミシュ、あ、ミシュはね。どこだっけ、私もウィンか、違う、ウィンじゃない、違う違う違う、じゃあ私たち調べて、まあ、ここにあの書いておきますけどそう、ね、そこであのちゃんとお食事をしてから、あ、それからここに来たんですね、はい、あ、ちょっと店変えてって感じで、なるほど、だからセグネチャーにね、あのから来るときもそうですけど、こちらから帰るときにはこういうね、先ほどのレストランとかお店、こういう中通路で、あ、テレビだ、フードコートがすぐのところにあるんですよ、はい、ウェットリパブリックって行ったことありますか、はい、あ、行ったことないです。5つの大きなプールがあって、レイジーリバープールの流れのところがあるんですけど、そのアクセスっていうのが、すぐできるのかなと思います。なるほど、だから皆さん、あの浮きを持っている方がたくさん見て、ちょっと思い出したんですけど、なるほど、こちらがあの、かかっていただくと、はい、あ、なるほど、はい、ちょっとちょっと、それもいいですね、浮きを持っている方見てちょっと思い出した、あ、なるほど、それもグッドインフォメーションですね、はい、あ、はい、今ここに見えます、あ、もう着いたんですね。ここから渡って、ここは渡り廊下のスタートポイント。あ、なるほど。で、この隣のグランドスパっていうのは、これは何ですか？これはまた別に？はい。あ、なるほど。で、先ほどの、あ、プールですね。で、あ、はい。ここから見れるんですね。これはまたいいですね、あ、私これ知らなかったんですけど、でこれちょっとあの今見えるところは、あの一部分でしか過ぎないんですけど、中入っていただくと、めちゃくちゃ大きいです。
今本当言うようにここのプールだけですと小さく見えますけど、まだまだあるわけですよね。やっぱり金曜日だからなんか皆さん盛り上がってる感じですよね。めちゃくちゃ大きいですね。タワーは一番、ま、MGM グランドに一番近いのがタワーは、でその次タワー2、はい、で一番ハーモン通り沿いっていうのがタワー3、はい、でその今のタワーの横にヒルトンのグランドバケーションが見えています。はい、はい、それではすぐれちゃんのこちらを行ってきましょう。はい、行きましょう。いや、あっという間に着いたので私もうちょっと歩くのかなって思っていたら、うん、実際は結構近いですね。そうですね。で、このようにここから入っていくと、歩いてもいいし、歩いてもいいですよ、うん、歩くことでいいでもいいし、そうですね便利ですね。このすぐれちゃん、私たちが向かっている方から浮き輪を、ね、持って来ている親子が今いらっしゃいましたけど、あ、それいいですね。近いから、はい、裏にもちろんそのプールがあるので、そちらを使っていただいてもいいんですけど、やっぱり大きいから、皆さんウェットリバブリックも、もし空いてたら、ラッキーって感じで使っていただくこともできますので、そこで使っていただきます。でしょ、はい、アクセス券があるので、はい、アクセス券があるから、アクセス券があるので、要は入るそのスポットが空いてれば、その人数、ここもそれぞれの、そうなんですよ。あ、ここから見える景色もちょっと結構綺麗ですよね。でちなみにこのレール見えると思うんですが、はい、これがモノレールです。あ、モノレールね。はい、先ほど、はい、話してた MGM のブランドから出ている。で観覧車も見えますよ。観覧車も見えます。でちょうどここはからはさすがにちょっと低いのが見えないんですけど、ちょっと上の方の階層に行っていただくとスピアも見えますから。そうですよね。だってスピアの近くにあるウィンと、あとヒルトンのワールドリゾートでしたっけ、が見えます。赤いホテルが。なるほど。すごい便利ですね。思ったよりも近いです。プールみたいなのが見えるんですけど、はい、ちょっとカバナみたいな。あ、本当だ。お客様のプールっていうか、各タワーの後ろ、はい、照明ゲートの方がバレッタですけど、はい、裏側には、反対側にはプールのスペースがあります。なんかここに自分が自宅としてここを使ってたら本当にリゾート気分ですね。しかもそのレストランで、MGM グランドまであるので、本当にすぐにレストランがあって、まあ正午近いじゃないですか。いいですね。ちょうど MGM グランドとか、シルクドソレイユというのが手がないので、それぞれのホテルに結構シルクドソレイユを返して、MGM グランドにはパーっていうシルクドソレイユのショーが行われています。はいはい、ここタワー2のタワー2です。はい、エレベーターで、これがプールに行く方ですね。はい、でここが、はい、この間ショーインの時に来た時タワー2、そこで降りて、でここに来て出ました。今もうね、チェック終わってるから、4時半ですので、はい、空いてますけど、3時とかにいらっしゃると、ちょっとこう並んだりとか、はい、でも今は空いてていいですね。この時間帯に来るのがいいのかもしれないですね。もし、
年でお客様の場合は、先ほどのタワー1の、はい、オフィスの方ありました。はい、あそこでレジデンシャルサービスの方に鍵を作っていただいて、うん、そのまま、はい、あの行っていただくということになります。なるほど。フロントデスクがもし混んでる場合は、はい、そのままで対応をしていただけますので、はい、こういう雰囲気の中で住んでるのもなんかいいなと思いました。いいですよね。使わないときは貸し出してもいいし、で、全て買い付きですので、フリーバディストで、なんかその、アズイズで貸し出せるじゃないですか。だから、結局その離れたところに、うん、さっきの、ね、アイディア、ヘミコさんがおっしゃってましたけど、ええ、そのアイディアはすごいいいと思う。いいですよね。どうしてかというと、私、二拠点生活をしてて、カリフォルニアと、まあ、ネバダを行ったり来たりするんですけど、あの一軒家だとね、なんか自分が留守にしてるときに、セキュリティ、あとメンテナンスね、が心配で、そうするとこういうところだと、使ってないとき安全ですし、でしかも貸し出せる。で人に使っててもらった方が物件で、やっぱり結構使わない時期が、すごいとか、そうですよね。結構普通になりませんか。そうですよね。このタワー3の。タワー3の。だからタワー3を出ると、はい、で、もうここがハーモン通りになります。あ、見えますね。ライブはこれが F1 グランプリの、ライブアップになりますので、ここ入れるんですよね。で、ここをドッグランプ、ペット飼ってらっしゃいますよね。飼ってらっしゃる方はやっぱりお手洗いとかねさせないと、はい、あれなので、でこのライト全部この F1 グランプリのライトなんです。あ、私ね下からは見てましたけど、この高さから見てなかったので、そうですよ、これ全部。あと、あともう少ししたらこういう歩道橋の、ね、上から見ようってすると、はいはいはい、みんな考えますよね。え、何こう履く、あー、なるほど。これすごい、うわ、上見てください、すごいですよ。うわー、綺麗、すごい、ポジしてたんですよ、うん、じゃあ新しい、そっちが新しいんだ。個人的なあれで申し訳ないんですけど、私の好きなこのウィンのホテルね、があって、で、ヒルトン の、 リゾートワールドですよね。アジアのフードストリートをテーマにしてるんですよね。このね、メディカルセンターがないときは目の前に住宅です。あ、そうなんですか。ちょっと隙間から見える。え、開発によって、その周辺の開発によって変わってくるんですね。それも私が持ってるもので、
20回ですよね、20回。20回の2004っていうので、2001、2002っていうのが、ワンベッドルーム、ツーバスルームのコーナースイートなんですね。そこっていうのが、偶数ユニットなんですけど、ワンベッドルームの窓から、ストリップビューが見えるんですよ。すごいですね、それね。コーナーだからね。ありがとうございました。